それでは早速パネルディスカッションに入りたいと思います。さあ、銭湯を支える女性たちが家業を切る、パネリストの皆さんをご紹介いたします。皆さん一言ずつご挨拶をお願いいたします。まずは中野区一の湯の西川よしえさん。沼袋の一の湯西川よしえです。小学校3年生から番台に乗ってまして、もううん十年です。今後は番台銭湯についても皆さんちょっと注目をしていただきたいなっていつも思ってます。よろしくお願いします。はい、お願いします。続いては世田谷区宇田川湯の山村美希子さん。はい、おはようございます。世田谷区羽木にございます宇田川湯の山村美希子と申します。私は曽祖母の代から始まった銭湯家業に、まあ、銭湯を営む家に生まれまして、約90年近くお風呂家業をやっているんですけれども、そういった周りも銭湯ばっかり の経営者の中で、私自身は会社員という道を昨年まで歩んできました。で、まあ、両親の少しでも手伝いになればなと思いまして、昨年7月に会社を退職した後、今現在は、銭湯を手伝っているような状況にあります。あとは東京都浴場組合の公式の銭湯ライターもしていますので、風呂屋を営む娘から見てお風呂屋業界を盛り上げていけたらなという思いで今日も参加いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。続いて新宿区万年湯の武田さつきさん。万年湯の武田と申します。ですね、私はお嫁に来てからの銭湯を一緒に主人とやっておりますので、お客様の目線で一緒に盛り上げていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。続いては大田区蓮沼温泉の近藤よしえさん。はい。大田区の、蒲田で、蓮沼温泉を経営してます近藤です。今日はよろしくお願いします。銭湯歴ゼロから始まって、気づいたら今年の5月で丸40年になりました。今日はよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。さあ、皆さんからの質問、これはね、随時チャットで受け付けております。何か質問がありましたらぜひチャットで投げかけてくださいね。まあ、私の方もね、選んでパネリストの皆さんに聞いてみたいと思います。もう皆さん、NG の質問はありませんよね。年収とかそういうのはちょっと困ります。何ですか？年収とかちょっと困ります。年収、はい、体重も困ります。体重、貯金額、いろいろ出てきますね。あ、スリーサイズとか。スリーサイズとか、わかりました。星座とか答えられます。星座はいいですね。はい。じゃあその辺は大丈夫そうなんで、ぜひともね、いろんな質問ね、お寄せください。よろしくお願いいたします。さあ、まあこの業界、メディアでね、いつも、まあ、取り上げられるのが男性の方が中心なんですよね。まあ、ここはあえて女性の皆さんにスポットを当てて、今日はいろんなお話を伺ってみたいと思います。まずですね、皆さん、銭湯のおかみさんになる前、皆さんの前の職業をお聞かせください。はい、じゃあ順番に行きましょうか。西川さんからいきましょうか。私の場合は銭湯の仕事に携わったものですから、まあ短い期間でしたけれども、区立の保育園に保育士として働いたことはあります。どれくらいですか？もう本当短かったです。その時にちょっといろんなことがありまして、まあ、母が癌の手術をしたりとか、はいはい、あと、まあ、祖母の介護があったりとかで、ちょうど2軒銭湯を始めて、3年目ぐらいだったんですよね。だからそういう厳しい時に私が片足を出して、なんか外で仕事をしてしまうことがうちにすごく負担がかかることは分かってたんですけれども、まあ、うちの中はそういう窮地になって、そこで私も考えが随分変わりまして、またうちの仕事に戻りました。あ、なるほど。全面的に、はい、保育士だったんですね。まあ、なんか優しそうなイメージが出てますね。ね、まあ、私もなんか可愛がられたいなって、そんなイメージですね。そこはノーリアクションですか。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。山村さん。はい、私は株式会社ベルシステム24というコンタクトセンターだったり CRM 事業を全般に行っている会社の中で、
事業全般をサポートするような部門に在籍をしておりました。その会社員という中で、今日のこの、 男性目線女性目線とかそういったことにも、ちょっとつながりがあったり、女性活躍推進だったりとか、そういったテーマを取り上げたダイバーシティ推進だったりとか、今風でいう AI の活用の、全国横断のプロジェクトに参加したりとか、もうどっぷり会社員生活を約、20年ぐらいで、その傍らで家業の手伝いというのを並行して、約5年ぐらい前ですかねからずっとやってるような状態でした。なるほど、そこから昨年辞めて入ってらっしゃったんですね。そうですね、さすがに深夜3時に寝て朝10時までに会社に行くとかっていう生活にもう脳みそがついていかないんですね。大変でしたね。もう電車に乗っても、起きてたことってほとんどないです。電車に乗ったらすぐ寝ちゃうんですか。もう電池が切れちゃうんですよね。、はい、もうなんか立ってでも寝たいと思うぐらい。はあ。まあなんかそんな、二重生活にちょっと疲れちゃったっていうのもありますし、そんな時にやっぱお風呂屋さんっていうのがすごく自分の中で大きな存在というか支えになったなっていうこともあって、今度はちょっと自分の時間をそういったところに貢献したいと思って。なるほど、はい、決断しました、ね、さあ続いて、武田さん。はい、私は短大を出た後専門学校も行っておりまして、そのまんまそこの専門学校の事務で働かせていただいておりましたので、受付をやってましたので今と変わらないような仕事です。今と変わらないような仕事、受付業だったんですね。はい、フロントです。はい、あと多少お金の請求とかそういうのもやっておりましたので変わりませんね、今の事務の内容と。でも、お客さんの層というか、対する方は違いますよね。ですね、どちらかというと古屋の方が3歳ぐらいの子からラブレターもらったり、おじいちゃんもおばあちゃまからお菓子もらったりの幅広いので、ストライクゾーンは広いと思います。ストライクゾーンは広い。いいですね。はい、ありがとうございます。さあ続いて、近藤さん。はい、私の場合は公務員をしていました。主人も公務員だったんですね。お、ご主人も。はい、そうです。元々公務員なんですか。はい、はい、それ、全然職場は全然違うんです。たけれども、はい、知り合って、いろいろ知り合ったんですけど、結婚が決まるっていう時に家業の銭湯を継ぎたいって言い出して、はい、まさか私も、ね、銭湯を継ぐとは思ってなくて、はいはい、ちょっとびっくりしたんですけど、全く銭湯のこと知らなかったんですね、私、自身行ったことなかったので。それで行ったことなかったんですね。行ったことなかったんで、はい、軽くいいよって OK しちゃったんですね。はい、はい、でそのまま2人揃って役所を辞めて家業を継いだんですね、今のところ。はい、でそれから40年ですか。はい、そうです。あれから40年経りました。西川さんと山村さんが、銭湯の娘さんということですね。はい、ですからもう銭湯の仕事はもうずっと分かってらっしゃったんですね。はい、そして武田さんと近藤さんが結婚されて銭湯に入ったということですね。ちなみにですよ、近藤さん、はい、2人ともご主人も、はい、公務員だったということで、はい、職場が違う、はい、でどこで出会うんですか。実は役所 の, スキーのバスツアーっていうのがありまして、いいんですかね、これ言って。ちょっと話はずれちゃいますけどね。そうですね。そこで、同じバスだったもんで、はいはい、同じバスで声をかけられたんですか。たまたま主人がスキーのこう引率者みたいな感じだったんですね、教える立場で、はい、それで私がちょっとバス用意するので一番前の席座って、主人は一番前にいたもんで、それでいろいろ話したりして。ちょっとすいません、話が揃えてしまいました。すいません、それで。ちょっと気になっちゃったもんでね、申し訳ありません。はい、ありがとうございます。はいはい、それで出会ったんですね。そうです、ね、それからあれから40年ということで、はい、あれから40年、ありがとうございます。早いですね。はい、銭湯の仕事なんですけども、はいはい、他の仕事に比べてどうですか。お二人は初めて銭湯に入ってらっしゃったということなんで、武田さんと近藤さんはやってみてどうだったんですか。
やってみて、まあ、人とのコミュニケーションが取れるっていうのはとても素晴らしいことで、うん、人の嫌な部分も見ることもあるんですけど、とてもいい部分も見せていただくこともあるので、うんうん、とても勉強になります、日々。あ、銭湯ではそういう部分が見れますか？はい。ちなみにどんなところですか？あ、いい人だなと思った人がちょっと裏では嫌なことしてたり相性が悪いなと思う人がすごく親切に倒れた時解放してくれたり、人の神髄を見ることができます、ね、人の神髄を見ることができる、はい、あ、銭湯ってそういう場所なんですね。結構奥が深いと思いました。やってみて。近藤さんは？私は役所でまあ、やっぱり窓口業務だったんですね。まあ、住民票出したり戸籍届けを受け付けたりとか、やっぱり同じような感じだったのかもしれない。そのままスッと入れたんですけど、割と話したりするのが、お客さんとね話したりするのが楽しいし、自分としてもそういうやっぱりコミュニケーションを取るのが好きなんですね。だから本当に、まあ、変わって銭湯になってやっててよかったなって今思います。なるほど、はい、ありがとうございます。西川さん、山村さんはもう小さい頃からずっと手伝ってはいらっしゃったんですか？はい、私は西川さんはどれくらいから手伝う？3年生からです。3年生から、3年生は、はい、繰り上がりの2桁の足し算ができるんですよね。はい、だから一応3年生からはできると思います。あ、まあお金もらったらお金の計算も、はい、当時はお風呂代が2桁だったんで、大人の料金が、はい、はい、でもその頃、小学校3年生だったら、バンダイに座ったら可愛がられたんじゃないですか？いやー、私は嫌でした。なんで？やっぱり自分の自由な時間がなくなってしまうし、はい、いろいろ、まあ、皆さんに可愛がって、まあ、もらってたんですけども、でもやっぱりこう、うざいというか、はい、やっぱりこう干渉されるのが嫌なんですよね。へ、バンダイに座ってもずっと嫌なままですか？ずっと嫌で、まあ、嫌だなと思いながら働いてたんですか？まあそうですね、どんな顔したんでしょうねどんな顔して乗ったのかななんて、うん、今でもお客さんには可愛がられたんでしょうね。そうですね、もう今思うと、だと思います、だと思います、はい、はい、山村さんは何年生ぐらいから？何年生何歳って記憶はないんですけど、はい、やっぱ小学校高学年ぐらいだとは思うんですよね。っていうのが同級生の子がお風呂に入りに来た時に、うん、なんか気まずかったなっていう印象がすごい残っているので、うんうん、大体そうですね、中学年か高学年ぐらいかなって思います。中学年か高学年、そうですね、それぐらいかな。そうですね、手伝い始めた、はい、なんか多感な時期ですね。そうですね、なんで同級生来ちゃった時にまあ結構嫌だったんで、すぐ変わってもらいました。変わってもらいましたか？ええ、あららら、ちょっと今お店番変わるからみたいな感じでまあ母親に内線して、お母さん来てみたいな。まあいろいろ思うところありますね。はい、ね、そういう年齢ですもんね。はい、はい、ありがとうございます。チャットの方がですね、届いております。まあ、同級生は確かに気まずいねというね意見もありました、ね、確かにね。でここで、まあ、皆さんからの意見もねどんどんね取り入れてご紹介していきたいんですけども、一つ、おかみさんが好きな銭湯の推しポイントを教えてください。皆さん、ね、独自の銭湯を、ねやってらっしゃいますけれども、その推しポイント、自分の銭湯の推しポイントを教えてください。ではね、まず、武田さんからいきましょうか。新大久保という、まあね、ちょっと外国人の多い土地柄でやってらっしゃいますけど、2016年8月にリニューアルされましたね。はい、はい、リニューアルしてからちょうど新大久保がものすごい雑踏っていうか、もう本当人で大変、歩くのが大変なぐらいなんですよ。その中にポツンってある癒しの銭湯っていうふうに言われております、うん、癒しの銭湯はい、確かにいつでもなんか帰って中に入ったらほっとしていただけるような空間を作っていきたいと思っております。ほっとする空間、はい、あ、いいですね、はい、ありがとうございます。続いて、蓮沼温泉、大正ロマンをコンセプトに2017年12月にリニューアルをされました。はい、まあ、温泉もね、緑茶色ということでね。そうなんです、はい、同じ黒湯なんですけれども、ちょっと深く掘ったもんで色が澄んでるっていうか薄い色になってるんですね。うん、遠くに行かなくても近くで、まあ、旅に行ったような雰囲気を味わえるっていう、それが推しです。はい、はい、ありがとうございますそして宇田川湯、
山村さん、まあ、昨年仕事を辞めまして、そこから銭湯にずっと、ね、専業をされてるんですね、はい、で銭湯ライターも務めて、はい、まあ、書くのもお得意なものということで、そうですかね、ご自分の銭湯の推しポイントを教えてください。はい、私どもは本当に暑いです。暑いお風呂のみあります。そして、あの、天井が高いです。あの、風が抜ける感じだとか、うん、あの、そういった体感できるもので気持ちいいなと思っていただけるようなことが推しポイントだと思います。はい、ありがとうございます。さあ、続いては一の湯西川さん、まあ、これネットでも評判なんですけども、はい、軟水を使った美人の湯と、そしてアメニティが充実していると、うん、うちの店は駅に近いんで、はい、やっぱ途中下車のお客さんが多いんですよね。だからなるべく、あの、手ぶらで入れるように用意できるものは用意してあるつもりなんですけども、はい、あと万代銭湯なんで脱衣場が広いですから、お風呂から上がって、あの、今ね、コロナで脱衣場はちょっと危険だって言われてるんですけども、脱衣場で過ごせる時間をなるべく、あの、取っていただけたらなと思って。脱衣場で、下着で過ごせるその空間ですね。パンツ一丁のね、パンツ一丁、私服のいいですね、時間を楽しんでいただきたいなと思いまして、はいはい、今チャットでいただきました。宇田川優さん、はい、昼間の日差しが入った感じが最高に気持ちいいです。ありがとうございます。浴槽も気持ちいいです。いつもありがとうございます。あ、もうなんかちょっと潤んじゃいますね。今朝もいいですね。今朝も6時半に起きまして、6時半、はい、脱衣所掃除してきてとかってやってきてますんで、はい、今みたいなお言葉頂戴するのが何よりの励みだと思ってます。うわ、いいな、ね、こういう声もね、ぜひお聞かせください。お願いします。さあ、続いての質問なんですけども、続いては、皆さん女性という立場から見て銭湯の男、銭湯の男性を見てもうどう思いますか？待ってました。待ってました、はい、男性を見てどうしますか？あら、これは、いや、誰からでもいいですよ。なんでそこ押し付け合わないでください。じゃあ、まあ、山村さんからいきましょうか。そうですか。はい、そうですね、本当に、先ほど理事長の挨拶の中にもありました通り、はい、あの、銭湯って本当にお母さんがよく働くんですね。女で持ってる商売だと言っても過言ではないなんて我が家では言われてるんですけれども、はい、実際私の家では曽祖母ですね、ひいおばあちゃんが創業したような家なので、あの、本当に女の人よく働く。で、その反面、じゃあ男の人何もしてないのかっていうと、やっぱり、あの、父だったりとかのやってる仕事の領域っていうのはすごく広くって、うん、まあ、お風呂を沸かすっていうのがもう大命題の、あの、要は商売の要なんで、そういったところを、あの、何でしょう、こう地味なところで頑張ってる。そして家事は一切やらない。あ、お茶一杯入れることもしないんで、あの、本当になんか こっちでね、入浴剤用意してんのにお茶くれとか言われるとイラッとするみたいな。そういった場面が結構日常の中であります、ね、なるほど、はい、あ、そうですか。まあ、ちょっとうち固有の話かもしれませんけれども。いや、いいんですよ、いいんですよ。皆さんのところでのお話を聞いてるんですから。はい、ありがとうございます。続いては、じゃあ西川さん。そうですね、やっぱり、あの、イメージは山村さんのおっしゃってたことも本当にあると思います。ただ、なんかうちの父なんかは、私が、あの、そうですね、あの、組合の会合とかありますよね、うん、会合とかあると必ずその日は帰ってこなくて、翌朝学校に行くときになると帰ってくるんですよ。その日は帰ってこない、翌朝帰ってくるんですか？翌朝帰ってくるんですよ、必ず。何されてるんですか？あの、やっぱり飲んで、飲んじゃう、はしごをしてるんでしょうね、朝までね。ああ、それは組合の皆さんとはしごする。だから銭湯 あの男の方たちって、はい、結構お酒飲む方多いと思うんですけど、うん、はい、うん、ただ今、あの、家族、本当に少ない家族の中でやってるから、そこまではする人たちはそんなにないかもしれないけど、昔はすごかったです、とにかく昔はすごかった、ええ、はあ、やっぱり銭湯の男性の方っていうのは酒好きですか？あ、みんな目を伏しますね。してますね。やっぱり好きなんですね。結構翌朝まで飲んじゃうんですね。うん、なんか、あの、なんだ、店開けたらとりあえずお湯ってそんな冷めない、
いんで、割とこう時間ができるんですよ。でそこで飲みに行っちゃう旦那衆の人とかって昔はよくいたって聞きましたけどね。豪快ですね。ちょっと羨ましい面もあるんですけども。では、そちらのお二人来ましょう。近藤さん。はい。うちの場合は、主人がほとんど、いないんですけど、普段は。いないっていうのは、もうお酒飲みに行っちゃうってことですか？いや、飲みに行ってるかどうかはちょっとわからないんですけど、はい、その辺は。ちょっと見たわけではないので。会合ですね、そうですね、多分。はい。で、いれば、お料理作るのが趣味なんですね。好きなんですね。理事長はそうです。料理が好きですか？そうです。またなんか新しい情報が入ってますね。理事長と一緒にキッチンに一緒に立ったり。立ちますよ。え、立つんですか？当然私も手伝ってます。あ、手伝ってます、ね、手伝ってる。いや、いない時は当然私作るんですけど、はい、いる時はね、いる時はお二人でそうですね、料理をされるんですね。ストレス発散させてあげてるんですね。あ、それがストレス発散ってことはいいですね。多分なってると思うんですけど。ね、家族思いですね。そうですね、ね、そういう意味では。はあ。はい、ありがたいです。はい、ありがとうございます。はい、さあ、武田さん。主人がいないと困りますね、逆に。主人、ご主人がいないと。そうですね、何か機械のことにしろ、いろいろフロントでやっぱりトラブルがあったときには、やっぱり女性の私が出ていくと、舐められちゃうっていうのか、収拾がつかないときやっぱり主人がいてくれると助かったりとか、そういうのはあります。はい。今出たお話なんですけども、ご主人がいないと困るっていうのが、それは、武田さんだけですか？娘さんとかそのお子さんとかも困る？困る？は困らないと思います。困らない。もう困らないと思います。お子さんから見たご主人っていうのはどうなんですか？わあ、もう多分ちっちゃい頃から働く姿を見ているので、一緒にゴルフが趣味なんですけど、一緒にゴルフに行ったりとか、仲がいい親子だと思います。ご主人のことを銭湯でこう掃除してるところを見たりしてますよね？してますね。ちっちゃい頃はもうその鉢巻き姿にパンツ一丁が一番かっこいいって言ってましたね。それが一番かっこいい。これは銭湯で働く男性にはたまらないです。鉢巻きにパンツ一丁がかっこいい、ね、今はどうですか？今は何にもない。普通だと思います。今普通に仲いいと思います。はい。男性の仕事も出てきましたけども、皆さんのところでは男性と女性の仕事のこの、ちゃんと割合、なんていうんですかね、分担はできてるんですかね？仕事の分担はできてますか？できてる。はいはい。どういう分担になってるんですかね？それでは西川さん、仕事分担は。そうですね、店に関することはほとんど私で。店に関することはすべて西川さんがやってる、はい、機械関係は主人ですね。機械関係はご主人。はい、はいはい。もう店ではもう機械はいじれませんか？機械関係なんとなくわかるんですよね。なんとなく。、はい、じゃあ機械が故障したりとか動かなくなってしまったらちょっと困りますね。やっぱりもう困りますね。はい、私一人では対応できないですね。一人では。はい。あ、山村さんのところはどうですか？はい、やっぱりきっちり、領域分かれてまして、うん、父は、機械関連ですね、あと配管であったりとか、そういった温度管理であったりとか、そういったところの、職人気質な部分というんですかね、そういったところが領域になってまして、私と母が、お店全般と、あとは清掃ですね。で最後閉店後にお掃除するんですけど、そこだけは全員でやってます。はい、ありがとうございます。では武田さん。うちはですね、脱衣場からフロントにかけては私の領域で、浴室から裏の機械にかけては主人の領域って感じで、もきっぱり分かれております。はい。領域が決まってるんですね。決まってます、うん、足は踏み入れないって感じ。踏み入れない。ちゃんとそこの距離が決まってるんですね。近藤さんは。うちの場合は男性とか女性とか関係なく、清掃は娘がバイトの子たちを使って、1日、昼間の、1時から3時まで3人、バイトの子2人と娘とでやってるんですね。でフロントの方は息子夫婦が4月から来てくれたので、そのお二人と、あと私と、あと
主人の母、今92歳なんですけど、フロントで一緒に手伝ってくれてるんですね。ですからそれで分かれてるんです。なるほど、はい、ちゃんと分担はできてるんですね。そうですね、一応。はい、ありがとうございます。チャットの方でね、質問が来ました。一の湯のおかみさん、お掃除大吉くんは元気に掃除してますか？お掃除大吉くんって何ですか？玄関周りだけお掃除するルンバがあるんですよね。でルンバ、10年前ぐらいから使ってるんですけど、はい、充電してるポジションにいるときに、最初の頃お客さんたちわからない方が多くて、お年寄りがね、体重計と間違えて乗っかっちゃうんですよね。ルンバに乗ったら壊れちゃいますね。はい、それで危ないんで、そこに子犬のぬいぐるみを置いてあるんですよ。乗んないように。それが大吉君か、はい、名前が大吉。しょっちゅうお客さんにぶつかっちゃうんで、はい、縁起悪くないように大吉って言ってます。当たりますようにと。はい、蓮沼温泉のおばあちゃん92歳なんですねと。そうです、計算が早くてびっくりですと。あんまり早すぎて、お客さんがお金出すともうパッと釣り出しちゃうんですよね。お客さんがその後小銭の例えば何十円かを出そうとするのに、もう釣りをパッと出しちゃうので、で、それほど早いんですか？そうなんです。で、いや、今出しますって言ったのは多分聞こえてないと思うんですけど、ちょっと耳が遠いもんで、その点ちょっとね、まあ息子がついて、おばあちゃんがやるときは一緒についているんですけど、まあそれはそれでいいです、いいですお客さんも言ってくれるのでね。あと蓮沼温泉さんのハーブティー復活してほしいですって。はい、ハーブティー。ハーブティーですね、はい、実は本当はやる予定だったんですけど、その置くところがちょうど四角になるんですよね、フロントから。そうするとちょっと危ないので、お湯を使うので、子供さんとかに、はいはい、それでやめました。なるほど。これも好評だったみたいですね。はい、ありがとうございます。